は僕、沢田さんのことが好きです。いきなりそんなこと言われても、私あなたのこと全然知らないし。僕はあなたのことよく知ってます。じゃあ何を知ってるのよ。沢田真由美さんは足が速くて陸上部で、勉強は得意でお調子者で、家はすごい立派なお屋敷で、三姉妹の末っ子で、あとは居残り補修組のマドンナで。どうしてそんな人を好きになるのよ。なんか僕に似てるとこがあるなって。そんなんでよく告白できたわね。でもその勇気は買うわ。振られたんじゃなくて、なかったことにしてあげる。ありがとうございます。よし、行け。はい、頑張れよ。ねえ、どうしてしたの。池田くんいい人じゃない。あなた知らないの。真由美は森山先輩が好きなの。え、そうだったの。ちょっと声が大きいって。青竹、青竹、どこがいいの、あんなポマード野郎。かっこいいじゃない。真由美の好きなタイプは植木仁だって言ってたじゃない。うん、似てるじゃない。どこがよ、全然違うじゃない。似てるじゃない。森山先輩、東京の大学に行くんだって。なんで、なんで東京なの。知らないわよ。誰から聞いたの。噂で聞いたの。あんたの噂、いつもガセネタでしょ。位置について、信用いいよ。はい。長田しっかり。青竹良くなった。はい。ね、あんまりさ、純子が廊下と戦うことないもん。ないよね。うまいからね。うまいよ。すごいよ。じゃあね。うん。バイバイ。じゃあね、また明日ね。バイバイ。さよなら。さよなら。じゃあね。社長、なんだ。鈴木さんがお見えになられてます。どうも。今日は何か。実は市内に新しくデパートをオープンすることになりまして、沢田さんのところの卵をそちらの店舗でも契約してもらえないかとお願いに上がった次第です。いやー、ありがとうございます。お客さんに評判いいんですよ、沢田さんの卵は。そりゃどうも。ところで幸子さんはお元気ですか。はい。近々結婚すると聞いたんですが。はい。これを幸子さんに。すいません。じゃあ卵のことをよろしくお願いします。
ただいま。おかえり。あれ、お姉ちゃん帰ってたの？当たり前じゃない、幸子姉ちゃんの結婚式だもん。結婚式って日曜でしょ、今日まだ木曜日だよ。里帰りも兼ねて長めに休みもらったのよ。里帰りって言ってもお姉ちゃんのところ電車で1時間じゃない。まゆみ、早く着替えてらっしゃい、もうすぐご飯よ。はい。あ、コーラ一口ちょうだい。あ何これ、醤油じゃ。お醤油入れが壊れたからこれに入れてたのよ。もう早く行ってよ。あんたが勝手に飲んだんでしょ。もう何やってんの。お茶ちょうだい。はい。ただいま。お父さん帰ってきた。ご飯にするわよ。みんな早く準備して。はい。前見もあったの？誰と？幸子姉ちゃんの結婚相手。ああ、挨拶に来た時ね。どんな人？ね、顔は西郷輝彦みたいな感じ。西郷輝彦？似てないわよ。仕事はどうなの？すごい忙しい。毎晩遅いし、洗濯物もいっぱい溜まっちゃって。うちから通えばいいじゃないか。給料だってそんなもらってないんだろ？別に一人暮らしする必要ないじゃないか。自立したいのよ。幸恵はどうなの？何が？結婚よ、空いているの？私はまだそんな気ないわよ。今は仕事が一番大事なの。真由美はどんな人がタイプ？私はね、背が高くて色白で、優しくて年上の人がいいかな。いいじゃん。私はな、なんだろうな、お金持ち。消えたら冗談よ。羊飼いの娘ジャンヌ・ダルク18歳。18歳だぞ。みんなとそんな変わんないよね。何、これ何これ。森山先輩の第二ボタンを狙う女のリスト。こんなにいるの？どうする、一人ずつ潰してく？でも私喧嘩とか強くないし。何言ってんの、そうじゃないわよ。ワイルンワイルン、これは政治よ、政治なのよ。沢田、静かにしろ。はい、すいません。沢田、あ、そういや聞いたよ、インターハイの予選すごい記録出したそうじゃないか。はい、ダントツで1位でした。すごいじゃないか。森山先輩から教わったことをしただけです。俺、なんか言ったっけ？はい、私が入部した頃そのうちなんとかなるって教わりました。俺、そんな無責任なこと言ったっけ？そんな無責任なところが森山先輩のいいところなんです。褒められてんのかけなされてんのか分かんないな。けなすなんてすごく褒めたつもりっす。座れば。はい、失礼します。あ、ここで降りるんじゃなかった？ですね。そうだな。私にん？あ、なんでもないです。
お姉ちゃん上手くなったね。これでも一応プロだからね。昔カットモデルにされて失敗されて、あの時刈り上げにしたんだよね。あんたそれずっと根に持ってるわよね。最近はどう？勉強してる？うん、まあまあかな。高校出たらどうするの？わかんない。特にやりたいことないの？特にない。好きな人は？いるよ。どんな人？優しくてみんなから頼りにされてて、頭も良くてかっこよくて、それでもって植木仁みたいな人。え？学校の先生？え、違うよ、一個上の先輩だよ。あんた本当変わってるわよね。あれ、なんかお姉ちゃん今日嫌に優しいね。どうかした？一人暮らししてるとね、寂しくなって人に優しくなるのよ。まあ、なんか悩みあったらいつでも聞いてあげるから。ありがとう。